大人気ゲーム、ドキドキタヌキングダム、で遊ぶため、小麦、いろは、雪、まゆ、大福、サトルが集合、みんな仲良くゲームスタート、のはずが、怪しいタヌキがいるゲームの世界に吸い込まれちゃったみたい。さらに大ピンチ、小麦は、いろはやみんなと離れ離れになっちゃった。ずっとずっといろはの隣にいたいんだわん。大好きないろはに会うために、小麦はいろんなゲーム対決に挑戦することに、一体どうしてこんなことに。ゲームの世界に隠された秘密って何？手がかりはゲームを作った少女夏希が握っていて。広がるスカイ、プリキュアと魔法使いプリキュア、も大集合。みんなの思いが一つになった時、ワンダフルな奇跡が巻き起こる。謎の大福シーン。キービジュで大福が悟ると離れてメイン枠の振る舞いしてて二足歩行。来るぞユーマ。大福まさか。この時にはもうプリキュアに。大福くんの腕にブレスレットみたいなのついてる。これはもしかするとプリキュアになるかも。しかしまあゲスト出演のヒロプリとマホプリに勝るとも劣らないくらい二足歩行の大福が目を引く。突然の二足歩行スタイルのドヤ顔はシュールすぎる。クレシンコラボでキュアはためになった城みたいな挙動してるのはこの伏線だった。プリキュアの妖精が二足歩行なんて珍しくないし、しっかりと可愛いバランスになっているのに、なんで二足歩行の小麦雪大福あんなにインパクトがあるんだろ？膝をしっかり曲げてるから。これは去年のキュアマジェスティみたいに映画公開直前に変身とか超重要キャラに格上げされるパターンだわ。知らんけど。大福さん、このポーズは誘ってるよね？大福が公式サイトのプリキュア枠にいるということはもしかして、プリキュアに変身する予定のやつの名前を富山大福にはしないだろ、富山キラリとかにするだろというメタ読みで、大福はプリキュアにはならないと思う。命名はタクシーではないのですか？とりあえずキャスト欄には名前あったぞ命名。サトルくんもなろうぜプリキュア。キャラクター紹介ページにサトル跡形もないやん。映画オリキャラ以外全員プリキュアしかいないやん。そういうことか。正直サトルも一緒に変身してピョンダフルプリキュアになると思ってました。サトル、お前ここに一緒に座れないのか？いやさすがに変身するのが大福だけだとしてもここには入れるだろ。なんならマユの元親友が追加プリキュアみたいな噂もあるからな。サトルは間に合わなかったのか、完全サポートユニットなのか。匠翼ルートではなく政治ルートあるかこれ。超絶美化ブルー路線かもしれない。偶然ゲームの中に囚われなかっただけで、変身自体は大福と一緒にお披露目してくれると信じてます。大福しか追加戦士になれない場合、前作のプニバード翼くんに続き普通の男の子はプリキュアになれないよというメッセージになりかねないので、サトルくんにはプリキュアになってほしいんだ。応援してるよ。このドヤ顔でプリキュアにならなかったら逆に伝説だろ。グッズ展開の盛り上がりようを見るに、追加プリキュア化は 99% 確定だろうけど、もしも 1% の悲劇で何もなく終わったら、なぜかやたらとグッズ展開されてるプリキュアのクラスメイトの飼ってるウサギという伝説的偉業を成し遂げることになる。つまりクルルンってことか？適当。個人的には大福は確定で、サトルがプリキュアなるかどうかだけが争点だったから、まあ妥当という感じだけど、思ったより大福とサトルで扱いに差があっておもろい。大福がプリキュアになったとしたら、史上初ハードボイルド系プリキュアの誕生か。お前そういや前からキャラクター紹介に勇敢って書いてあったな。スネークみたいな喋り方の印象がでかすぎて忘れてた。大福がプリキュアになったらどうなるんだろうと思って考えてたら、オスかメスかわからなくて公式を見にぎょうっとんだけど、いろはのパパの犬飼剛のウッピーにびっくりして、大福の性別とかどうでもよくなった。これ足跡マークの形を有効活用しすぎでしょ。パッパお酸っぱいでかすぎ、スラッシュスラッシュスラッシュ。CV 誰になるかな。ダンディー区長は確定してるし、やっぱり大塚明夫さんとかかな。敵も大塚だし。江原正史さんとかもあるな。歴代プリキュアのボス級から引っ張ってきたりしてな。ゴーヤーンの森川さんとか。敵といえば今回の敵の規模じゃクソすぎるだろ。まあワンプリでそんな強いの出されても感はある。それに関しては F が歴代でもダントツでヤバいので仕方ないし、むしろバランス取れてる。城太郎とかみたいな渋めの小野 D さんがいいです。でもオスだと思ってた大福が実はメスだと判明して、イロハと恋のライバルになる展開もいいと思います。別にオス同士でカプ同士になってしまっても構わんのだろう？ど
どっちにしろイロハちゃんの脳破壊の日は近くてくさ。追加戦士ってよりも、キュアモフルンみたく映画限定のプリキュアになるんじゃないか？チロプリとマホプリの共演が確定したな。サトルが乗ってないうちからモフルンがキャラ紹介に入ってるし、キュアモフルン確定。これで本当に変身したら劇場で2年連続キュアモフルン登場とかいうめっちゃレアな状況になるな。モフルンは正直オリキャスでちゃんと物語に絡んでくれたら別に変身なしでもいいよ。魔法使いプリキュア登場の横の隙間がすごく気になる。チロプリは前年だから当たり前だけど、キュアフェリーチェは2年連続メインどころで出演はすごいな。F でアースと一緒に最強核味方ユニットしてた反動で相対的に出番薄めになるかもね。KKN&RN 前年だからゲストで十分に絡めるのが当たり前というナイーブな考えは捨てろ。映画ワンダフルプリキュア、ザムービー。ドキドキゲームの世界で大冒険。2024年9月13日金公開。ご視聴ありがとうございました。